藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 Gスカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。3月24日水曜日、時刻は19時30分を回りまして、本日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間がやってまいりました。皆様のお相手は私 DJ 拓郎です。藤枝マイ FC ではスタジアム DJ もやらせていただいております。そして私の心強い相棒がもう一方いらっしゃいます。ご紹介させていただきましょう。お名前どうぞ。はい、藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組を進めていきたいと思います。2回目ですけれども、緊張感はやらぎましたか、のぞくん。はい、だいぶ和らぎましたなんかちょっと硬く感じるんですけど大丈夫ですか大丈夫です、はい、番組は藤枝マイ FC の選手への質問など皆様からのメッセージをお待ちしております。早速メッセージの送り先のぞくんお願いします。はい、メールの方はマイ FC アットマーク g-sky765.jp myfc アットマーク g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162までお願いします。はい、ありがとうございます。さて、まずは前回の放送から今日までの間に行われた藤枝マイ FC の試合結果なんですけれども、3月14日日曜日に J3 リーグ開幕戦が行われました。アウェーゲームの福島ユナイテッド FC 戦でしたが、こちらは結果は0対0の引き分けという形になりました。そして3月21日、つい3日前ですね、3日前の日曜日、藤枝マイ FC ホームグラウンド藤枝総合運動公園サッカー場にてホーム開幕戦 FC 岐阜戦を行われましたが、こちら残念ながら1対3で敗戦という結果になってしまったんですが、のぞくん、まあ、あの日の天気を考えるとちょっともうこれアンラッキーという感じですかね。そうですね、まあ、お客さんもたくさん雨の中入っていただいて、まあ、勝ちたかったゲームですけど、はい、まあ、切り替えてまず1勝するために、うん、はい、いい流れ掴んでほしいですね。あのリーグ開幕戦につきましてはアウェーゲームということもあったんで0対0、まあ、スコアレスではありましたけれども、決して悪い結果ではなかったのかななんて思いますけど、そのあたりいかがですか。そうですね、硬さもありましたけど、まあ、0-0 は悪くない結果だと思います、はい、でその次の試合が先ほど申し上げた通り1対3という結果にはなってしまったんですが、その貴重な1点を途中出場の松村航輝選手が取りましたね。はい、嬉しかったですね、はい、第1戦も、ね、途中出場してましたけれども、第2戦では途中出場でゴールも決めたということで、もしかすると今後スターティングメンバーなんてこともあり得る可能性十分あるんじゃないでしょうか。今年のメンバー誰が出ても、まあ、はいはい、活躍してくれると思うので、うんうん、はい、期待してます。はい、ありがとうございます。ただ、まあ、とにかくこの間のようなあんな天気の試合じゃないことを望んでいきたいですよね、今後ね。そうですね、はい、晴れてほしいですね。ですね、あそこまでいっちゃうとちょっとゲームプランも何もあったもんじゃないみたいな感じになっちゃいますからね、はい、まあ、まだまだ始まったばっかりですからね、次の試合は4月、さらに暖かくなってきて、あのコンディションも皆さん良くなってくると思いますので、切り替えて次の試合に臨んでいただきたいです。それでは今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東根マイ FC スタートします。藤枝マイ FC の優勝と J2 昇格目指して一緒に盛り上がっていきましょう。東根マイ FC。さあ、この東根マイ FC では毎回藤枝マイ FC のチームのどなたかにゲストとしてご出演をいただき、サッカーのことはもちろんですが、時にかなりプライベートな話まで伺ってまいります。というわけで今日のゲストをご紹介しましょう。自己紹介からお願いします。藤枝マイ FC 背番号1番ゴールキーパーの杉本拓也です。はい、そしてもう一方いらっしゃいます。背番号40番、ゴールキーパーの奈良橋拓磨です。はい、今日のゲストは藤枝マイ FC キャプテンの杉本拓也選手、そして今シーズンより新加入奈良橋拓磨選手です。さあ、お話を伺っていくんですが、その前に一つ大事なご説明があります。この東根マイ FC いろいろ伺っていきますが、必ず本音で答えていただきます。カッコつけたりとか、あの本音を隠してね、内緒みたいな感じはちょっと控えていただきたいなと。そのためにものぞくんがいますので、のぞくんがこれは本音言ってないなって感じた時にはイエローカードって言いますんで、イエローカードが出ちゃうとモノマネを披露していただきますので、罰ゲームしっかりありますので、はい、イエローカード出ないように気をつけてくださいね。はい、わかりました、はい、早速お話伺ってまいります。まずは前半はあの杉本選手からお話伺っていきたいんですけど、もちろんあの奈良橋選手もどんどんツッコミ入れていただいて構いませんので、あの奈良橋選手がイエローカードって言ってくれても構いませんからね、
ちょっと先輩がそこら辺は許さないかもしれませんけど、今目で訴えかけてますね。はい、まずは杉本拓也選手のプロフィールです。1989年12月31日生まれ、藤枝前市ホームタウン静岡県吉田町出身で、藤枝明誠高校から日本大学を経て、当時 J2 だったガイナーレ鳥取でプロ生活をスタート。ガイナーレ鳥取に6年間在籍した後、2018年シーズンから藤枝前市で活躍しています。今季で4シーズン目ということになりますが、お間違いないでしょうか？はい、間違いありません。はい、よろしくお願いいたします。早速いろいろ伺っていきたいんですけれども、今シーズンも杉本選手キャプテンということですけれども、キャプテンはいつもどういう形で決められているんですか？そうですね、はい、基本的には監督からやってくれないかという打診をされて、はい、はいはい、頑張りますという感じで。去年あの石崎監督の時もやはり監督から言われたって。そうですね、はい、そうなんですね、はい、じゃあ倉田監督になってまた指名されていかがでしたか？そうですね、まあ嬉しいのもありますし、まあ、やんなきゃいけないなっていうのもあるし、うんうんうん、まあ、いろんな思いを持ちながら引き受けた感じですかね。やっぱりキャプテンというのはこう名誉なことでもあるんで、嬉しいって気持ちもあるんですね。そうですね、なかなかできる、全員ができるわけではないですし、はいはい、まあ、そう貴重な人生においてもそうですけど、うんうん、まあ、貴重な経験させてもらっているなと思ってます、うん、なんて真面目な立派な答えなんでしょう、はい、あのキャプテンをやる上で大変なことってありますか？あのキャプテンというよりも藤枝前市のキャプテンをやる上で、こいつがめんどくさいとか、そういう話も全然いいんですよ。この選手がやかましいとか、ね、いやみんなすごいいい選手ばっかりで、うんうん、本当僕なんて何にもすることないんですけどまた優等生でいやでも本当ベテランの選手もそうですけど、はい、まあ、そういうチーム引っ張ってくれますし、はいはい、で特になんか僕が出ていく幕っていうのはなかなかないことが多かったですけど、まあ、強いて言うなら、うん、そのセレモニーや行事の挨拶が、あ、そうですね、などがちょっと考えるのが難しかったり、言葉選びだったりとか、はいはいはい、まあ、そういうのところで、まあ、若干気を使うのかなと、じゃあところですかね。どうしてもあの公式の場で話す機会が他の選手より多くなりますもんね。そうですね、う、まあ、そういうところもね、まあ、勉強させてもらってるっていう感じで、まあ、いいと言えばいいかもしれないですけど、はい、で僕実はすごく伺いたかったことがあるんですけど、キャプテンってコイントスに必ず行くじゃないですか、はい、コイントスの時に、はい、こう表にするか裏にするかって、あれいつ頃決めてるんですか？あれはレフリーが決めちゃうんで。あ、そうなんですね、はい、あの杉本さんは黄色ですとか、あ、なるほどなるほど、青ですとか、はいはいはい、最初決めてもらってもう決めちゃってるんで。じゃあもう自分でこっちとかっていうことはない、ね、あ、そうですね、全然ないですね、うん、本当はこっちがいいのになとか思う時とかありません？いや全然気にしない全然気にしない、運です。なるほど、はい、そこはもう運任せって感じですね。今季で4シーズン目となりますけれども、はい、まあ、個人として今シーズン目標としていることはどんなことになりますでしょうか？まあ、そのチームに貢献するっていうところが、まあ、個人の目標、毎年の目標なんですけど、はいはい、ですかね、うんうん、特にそのプレーがどうとかっていうのもありますけど、とにかくチームに貢献、どういう、まあ、プレーでも、そのプレーのピッチ外のところでも、はい、まあ、そういうチームが良くなっていけばいいなと思ってやってます毎年、うん、さすがキャプテンらしい答えですね。前節というかこの間の日曜日の試合ですね、まあ、非常に雨風が強い試合でしたけれども、ああいう時ゴールキーパーの選手ってどうなんですか、はい、どうなんですかって聞き方も、まあ、風、僕は風の方が雨よりは嫌かなと思うんですけど、はいはい、ボールがすごい不規則に変化するので、はい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 、自分の思ってたところに来ないことが多かったりっていうのが多くて、まあ、キックのとこにしてもそういう気使いますし、まあ、いろんなところで、そうですね、ゴールキックがなんか風でだいぶ戻されたりするシーンもありましたもんね、はい、非常に難しいですね、うん、まあ、クロスのとこでもそうですし、はいはい、あれぐらいでも激しく雨降ってると、まして風下に前半いたので、はい、こう目を開けるのも大変だったんじゃないかなとか思うんですけど、その辺はいかがでしたか？その辺もそう、あれぐらい行っちゃうと結構大変ですね、うん、まあ、ちょっと若干、まあ、コンタクトとかしてる選手は特に大変なのかな、はいはい、そうか、そういう苦労もあるわけですね、はい、なるほど、はい、さあもう少しねちょっと砕けたこともいろいろ伺っていきたいんで、はい、ゴールキーパーをやっていて得するな、これラッキーだなとか思うこととか、もしくは逆に損してるなと思うこととかっていうのは何かあったりしますか？まあ、いいのは目立つっていう、はいはいはい、ユニフォームが違うんで、はいはい、目立つってところで、まあ、すごい覚えてもらいやすいのかなとってところがいいかなと思いますけど、まあ、損してるところで言うと、まあ、1回のミスが
その自分の首を絞めるじゃないですけど、あ、なるほど、まあ、責任感がないとやっていけないポジション、ね、まあ、決定的なシーンになってしまうことがすごく多いですね。そうです、1回のミスで、はい、っていうのがすごい多い、それが負けに直結することもありますし、まあ、非常にメンタルのところが難しいというか、はい、まあ、いろんなところで、まあ、でもそれがやりがいだったりもするんですけど、はい、なるほど、はい、あのいつメッセージをいただいておりまして、はい、ラジオネーム GP ブラック RX さんからなんですが、杉本選手、奈良橋選手、前節雨の中お疲れ様でした。ゴールキーパーには身体能力も必要とされると聞きますが、お二人の握力は左右それぞれどれくらいでしょうかということなんですが、杉本選手、握力はどれくらいですか？握力わからない、測ってないから全然わかんないですね。身体測定みたいなのってサッカー選手とかやるとは思うんですけど、握力検査なんてのはさすがに、はない、あ、やらないんですね。リンゴは潰せないですギリギリずギリギリ潰れないかな。あ、でもじゃあ結構ある方ではある。いや、ないですはい、多分握力本当ないと思います。例えばこうサッカーボールを片手でこうガッて持てるとか、そういうのはあったりします？まあ、片手では多分持てると思うんですけど。あ、でもじゃあ結構やっぱりある方なんじゃないですか。ですかね。でも今最近やっぱゴールキーパーグローブが良くなってきてますので、うんうん、そういったところの力を借りながら、性能に助けられながらやってますね。いやいや、そんな謙虚なこと言わなくても大丈夫ですよ本当にありがとうございます。まだまだねお話伺いたいんですけれども、奈良橋選手にもお話を伺っていかなければいけませんので、ここで1曲お届けしたいと思います。ジンスカー東根前 FC、 藤枝前 FC 徹底応援番組東根前 FC、 本日は藤枝前 FC キャプテン杉本拓也選手と、今シーズンより新加入奈良橋拓磨選手をお迎えしております。後半は奈良橋拓磨選手のお話を伺ってまいります。まずは奈良橋選手のプロフィールですが、1997年5月19日生まれ、お父様は元日本代表の奈良橋明さん、茨城県出身で川崎フロンターレの下部組織 U15U18 を経て阪南大学に進学、阪南大学ではサッカー部のキャプテンも務め、今シーズンより藤枝前 FC 加入という経歴で、間違ってないでしょうか？はい、間違ってないです。はい、藤枝前 FC 加入が決まった時の率直な感想から教えてください。まあ、夢である J リーグの舞台に立てるっていうので、まあ、嬉しいのはもちろんだったんですけど、はい、まあ、サッカー界にまあよくあることだと思うんですけど、まあ、決まったのが結構いきなりというか、こう急に決まったりもしたんで、はいはい、まあ、そういうところでまあ驚きというか、そういうところもまああったんですけど、まあ、一番はもちろん嬉しいという気持ちが大きかったです。はい、最初にどなたに決まったっていう報告はされたんですか？あ、それは、母親父親両方に、まあ、決まりましたっていうのを、まあ、報告させてもらいました。ご両親からはどんな感想がありましたか？まあ、そんなに特になんかなかったんですけど、まあ、よかったねっていう感じで、はい、まあ、頑張れよっていう。意外とクールな反応だったんですね。そうですね。前吉加入以前に、この前吉のホームタウンである藤枝市ですとか、まあ、その他ここも島田市、焼津市、そのなどのホームタウンエリアに今まで訪れたことっていうのはあったんでしょうか？一度もないですね。あ、じゃあ前FC で初めてやってきた、はい、ということなんですね。はい、印象としてはいかがですか？いや、まあ、こうなんか自分そんな人混みが好きだったり好きじゃないんで、はいはい、まあ、そのいい具合の人の感じというかそういうところで、まあ、落ち着いてこう生活ができるので、はい、とても自分は好きです。今のぞくんがクスッと笑ってましたけど、のぞくん黙ってないで全然ツッコミ入れていただいていいんですよ。はい、はい、杉本選手も全然話入っていただいて構わないですからね。はい、はい、頑張ります。よろしくお願いしますさあ、そして先輩である杉本選手、そして指示回るゴールキーパーコーチに初めてお会いした時、どんな印象を持たれましたでしょうか？これもう正直に今ご本人が前にいるからといって気を使わないでいいですからね。はい、まあ、その初めて会った時は、はい、まあ、そのダゾーンとかこうそういう試合でしか、まあ、杉本さんのことも見たことなかったんで、はいはい、まあ、雰囲気のある方だなというふうに思いましたし、うんうん、どんな雰囲気があるかこうなんかどんな雰囲気というか凛々しいじゃないですか。こうなんかこう、はい、そんな感じです。雰囲気のある人だなと思いました。いかがですか杉本選手、凛々しい、まあ、そういうの意識してるんでしっかりその回答出てよかったと思います。なるほど。シジマルコーチはどんな印象でした？いや、まあ、シジさんはまあ、テレビで見てたりしたんで、はい、まあ、あのシジマールさんだっていう感じがありましたね、うんうん、やっぱりテレビの向こうの人だなみたいな感じだったということですね。実際にでも接してみるとやっぱり印象変わったりしました？そうです。杉さんも、まあ、シジさんも、はい、まあ、どちらも、まあ、優しいというかこう、まあ、話しかけたりしてくれるので、そのところではこう
話しやすいというか、そういう印象は今の時点ではあります、うん、今の時点では変わっちゃうあのプロフィールにちょっと人見知りなんて書いてありましたけれども、はい、もう前進の選手とはかなり仲良くなりましたか？あ、そうですね、はいはい、あの練習前後なんかによく話したりする仲のいい選手とかだとどなたがいらっしゃるんですか？まあ、堀井健太選手だったり、はいはい、川上翔平選手はまあ同い年でロッカーも隣なんで、うんうん、まあ、そこら辺とはまあよく話したりします、うん、やっぱり年が近いといろいろとこう話も合うって感じですかね？そうですね、はい、うん、ゴールキーパー同士での交流っていうのはどうなんですか？まあ、そのまあ練習中だったりっていうのは、まあキーパーはフィールドプレイヤーと別で、はいはい、まあ、練習したりするんでキーパー同士コミュニケーション取ったりをもちろんしますし、あのまあ練習以外、まあ、練習前後のところでは、まあ、ゴールキーパーでいうと、まあ、大杉選手とロッカーが近かったりするので、はいはい、大杉選手とは練習前後も話したりよくします、うんうんうん、杉本選手とは話さないと。そうですよそうもちろんやっぱそうですよねやっぱ威厳があるんで、はいはい、話しかけるなというオーラを出しておりますそんな簡単に話しかけてもらっちゃ困るんだよ。そうですよ、違うよと練習前は違いますとなるほど、面白いですね。ゴールキーパーをちなみにスタートしたのは何歳ぐらいの頃からになるんでしょうか？僕は小学校6年生ですね。それまではじゃあフィールドプレイヤーとしていろんなポジションをやられた？はい、そうですね、フィールドプレイヤーやってました。それまではやっぱり憧れるポジションとして点取るところとかってあったりしますか？そうですね、やっぱ両極のところというか、フォワードはもう自分たちはゴールキーパーはゴールを守るっていうところで、はいはい、フォワードはゴールを奪うっていうポジションなんで、うんうん、フォワードやりたいなと思うこともあります。あの先ほどちょっと杉本選手にも伺いましたけれども、リスナーさんからのメッセージで握力どれぐらいですかというお話がありましたが、僕も全然測ってないですね最近なんで、まあ、杉君が言ってた、まあ、リンゴは潰せないですけど、サッカーボールはまあ片手で、ゴールキーパーグローブの力も借りて、はい、片手で持てますあの杉本選手パクられてますよ。いや、いいと思います非常に非常にいいと思います。非常にいいと思いました今のありがとうございます、はいはい、さあそしてこちらも杉本選手にも伺いましたけども、ゴールキーパーをやっていて得してるなとかラッキーだな、逆に損してる割に合わないなんて思うことは何かあったりしますでしょうか？こう、まあ、やっぱりゴールを奪うスポーツっていう中で、はい、こう相手のチャンスを止めて流れを変えられるというか、うんうんうん、まあそういう大きなプレーを出せるっていうのは、まあ、ゴールキーパーをやってて良いところだなと思いますし、うんうん、まあ、やっぱり逆にその分、まあミス、まあ、杉さんもさっき言いましたけど、まあ、ミスとかそういうところが、まあ、良い面も悪い面もクローズアップされやすいポジションだと思うので、はいはいはい、まあ、そこがどちらも、まあ、ラッキーだなと思う点もそこだし、損してるなって思う点もそこだったりしますか、ね、あのどうしても勝った試合とかってこうゴールを決めた選手が一番フィーチャーされちゃうじゃないですか。そうですね、だけど実はそれまでに散々キーパーがナイスセーブだったからこそ勝った試合もあると思うんですよね。そういう時に俺の方だろとかと思うことってないですか？いや、まあそのキーパー成り立ての時は、はい、やっぱそういう風に思ったりした時もありましたけど、まあ、やっぱりポジション柄というか、まあ、そういうもんだと思ってここまでゴールキーパーやってきてるので、まあ、こう当たり前のことは当たり前にやるじゃないですけど、まあ、そういうまあキーパーキーパーなりにやれることをやろうというふうな考えですね、はい、なんて模範解答が返ってきたんでしょうか？真面目ですね。真面目ですね、はい、普段からこんな奈良選手真面目なんですか？野津君、いやそんなイメージはなかったですね、はい、実際もっと砕けたところがある、ね、はい、ふざけてると思います。ちょっと今日構えてますかね、もしかして、はい、じゃあもしかしたらイエローカードの対象になっちゃうじゃないですか、ね、ギリギリですね。ギリギリ今のところ大丈夫って感じですか、はい、杉本選手から見た奈良選手の印象というのはどんな感じですか？選手としてですか？まあ、もちろん選手としてでもいいですし、あの人としてでもいいですし、まあ、人としては非常に可愛い後輩ですし、はいはい、まあ、ですけど、まあ、選手としては、まあ、僕にないものを持ってたり、その、まあ、体身体能力高いところもそうですし、うんうん、まあ、あ、それ取っちゃうんだみたいなのもありますし、あ、そういう風に感じられるところがやっぱりあるんですね、はい、すごい見ながら勉強させてもらってますそう言われていかがですか、奈良選手は？いや、まあ、杉本さんにそういう風に言ってもらえるのはとても光栄なんですけど、まあ、全然自分自身、まあ、杉さんのプレーいつも見てて、はい、もう到底及ばないなというか足りないところが多くあるなと思わせてもらっているので、いつもこちらこそ勉強させてもらってます。なんか2人で褒め殺し合ってるような感じもしますけれども、のぞくんいかがですか？真面目か
のぞくんからいつ声がありましたね。さあまだまだお話伺いたいのですが、残念ながら番組には時間というものがあるものですから、杉本選手、奈良橋選手に最後に FM 島田のリスナーの皆さん、そして藤枝真由のファン、サポーターの皆さんに向けて一言ずつ伺いたいと思います。まずは杉本選手からお願いいたします。今なかなか勝てずにいる、はい、まあ、厳しい状況ですけど、まあ、その状況を変えられる、まあ、選手が揃ってますし、まあ、1個勝てば流れが変わると思うので、その一勝、まず1勝というところに向かって、またチーム一丸となって、やって、まあ、いい準備していきたいなと思いますので、まあ、引き続き応援の方よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。奈良選手からもお願いします。はい、まあ、今杉本選手が、言ったように、まあ、サポーターの皆様も、まあ、やっぱりチームの勝利っていうのを求めていると思いますので、まあ、そこに向けて、まあ、どういう形でも、まあ、チームの一選手として、少しでも貢献できるように、やっていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。奈良橋選手にもう一つだけ最後に伺っちゃおうかな。はい、これから藤枝真由でどんなゴールキーパーになっていきたいとかってありますか？まあ、まだ今年、1年目なんですけど、はい、まあ、しっかりと、まあ、プロ選手としてこうキャリアを重ねていって、まあ、チームの勝利に、まあ、貢献できる、ゴールキーパーになりたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。というわけで本日は杉本選手、奈良橋選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お送りしてまいりました藤枝真由徹底応援番組闘魂真由し、ここで藤枝真由の今後の試合予定をお知らせいたします。J3 リーグ第3節は3月28日の日曜日に行われるんですが、今シーズン J3 奇数というチーム数になってしまうことから、各節1チームだけお休みのチームが出てきてしまうんですね。藤枝真由はまさにそのお休みが次節第3節ということで、3月28日は試合がありません。したがいまして次の試合は4月4日日曜日となります。こちらアウェーゲーム蒲田マーレさぬき戦、ピカラスタジアムにてキックオフ時間14時で開催されます。そしてその翌週4月10日ですね、ホームグラウンドの藤枝総合運動公園サッカー場に藤枝真由帰ってきます。 AC 長野パルセイロ戦、キックオフ時間は13時となっております。のぞくん、このタイミングでお休み週っていうのはどう思われますか？まあ、勝ってお休みしたかったですけど、まあ、遅いか早いかなので、まあ問題ないかなっていう感じですね。まあ、前節ちょっとね、ああいう形で敗戦してしまったっていうのもあって、切り替えには逆にいい感じなんですかね。そうですね、またチームでいい競争していただきたいですね。アウェー、今回はさぬきまで行く形になると思うんで、おそらく前乗りということですよね。そうですね、はい、全泊する形になると思うんですけど、はい、全泊で行くのと当日に移動っていうのだとだいぶ疲労度が違ったりとかやはりしますか？はい、もう全然違いますね、うんうんうん、もう足パンパンになっちゃいますね当日移動。はい、そういう意味ではやっぱりじゃあ蒲田回れさぬき戦も結構いい準備がして試合に臨めるんではないかって感じですかね。はい、期間も空くのでいい準備ができると思います。まあアウェーゲームとはいえね、まあこの間のような天気になることはなかなかないでしょうからね、本当にいい試合で皆さんが戦ってくれると思いますので期待していきましょう。はい、この番組闘魂真由し第2第4水曜日生放送となりますので、次回は残念ながら2週空いての4月10日の水曜日となります。というわけでお送りしてまいりました藤枝真由し徹底応援番組闘魂真由し、今申し上げた通り次回は4月14日水曜日、時刻は同じ19時30分です。ジスカイ FM 島田でまたお会いしましょう。ここまでの相手は DJ 拓郎と藤枝真由し強化部の大迫のぞみでした。さようなら、またね。